どうも、久保田です。なんか水でウェイ的なイベントがあるらしいですね。というわけで今回やる作はこちら、水パリピーベで1位と MVP 同時に取るまで終わりません。開催します。さすがにエイムの成長したんで速攻クリアできました。ここでコマドル成長を見せる。はいはい、説明書を読む。なるほどね、わかった。まあこうやって珍しく読むときに限って大したルールじゃないっていう。神手を来た。これいるいるいる。俺のウォーターガン初めてやるよ。暗いや味方やった。うわこれやばい、当たんねえ。山なりになるからな。おわんとかおるやんけ。死体箱多すぎて草。なんか来た。どこ見てんのや。あれ俺だけいるじゃない、後ろもおるな。暗い。 TikTok か。ついでにフードも、釣り人みたいなやつも一緒や。もうめちゃくちゃ。オッケー、ほんま臭い。あん。ねえ、水鉄砲なのにしっかり血が見える。お、MVP や。まあ1位じゃないから意味ないわ。まだ3キロしかできてない。お、1位や。まあ3キロじゃ MVP 無理よね。ミュウツーが最弱で草。夏対決や！おらー！どこ行くねー！おっしゃ、勝った！おっしゃ、1位！ 5 位！ 2 位！ 3 位！ウェンディー！左にタイガーマスク！いけるいける！出たこの曲。世界一不快な音楽になりたかったわ。あらかっこいい。おらおらおら、ほんまくそ。これは来たやろ。1位、ネオデサイザー、ネオデサイザー、ゴーン。3位、こういう時だけ MVP です。おー、俺のキルだろ、キル泥棒が。痛い、うれぇ。そのまま氷属性忠実再現しとる。そっちの夏も原則再現や。夏は水属性だからね。手も置いてるけど水属性だからね。どこ見てんねん。なんかだんだんとエイム慣れてきたな。やったぜ。ここ下やべえな。またあったな、グレー。オッケーオッケー。はぁん。1、コールが来た。はい、こんな感じでーす。真ん中のピカチュウかわいい。あれ、キル数俺の方が上なのに。あ、ダメージか。俺の方がキル泥棒やんけ。田舎ヤンキーみたいな見た目しとる。ご悪魔。はい、パンチラゲット。サンキューな。もういいて。もうちょっとみんな頑張れよ。ああ。はいはい、2位ね。もうちょっとみんな頑張れよ。ああ。もう MVP 安定してきたけど。なーにこれ。ちょ待って、俺が調子いい時に限って、スピードスラックしてんじゃないかな。13ヒルやぞ。ちょっと頑張ろうぜ。ここでコマドル成長を見せる。タコ頭これ、流行ってんのか今それ。楽しそうに追ってらっしゃる。いった、なーにこれ。同じ頭ばっかりやんけ。誰撃ってるのかわからなくなるよ。ほら、頭おかしなりそう。同じ顔がいっぱいや。夢に出てきそう。オッケー、楽しそうに踊ってらっしゃる。すげえすげえすげえ。やったね、大ちゃん。死んだタコの数だけしたい僕は。補給のバーゲンセールや。もう拾ってる余裕ないからがむしゃらに取るよ。絶好調や。あっちのチームもみんな似てない？イエーイ！イエーイ！結果は？イエーイ！ 2 時間やってやった。結果表、2時間やれば1位 MVP 取れる。ただし勝利者リザルトは脱がされる。以上、コモトでした。チャンネル登録お願いします。Twitter フォローもお願いします。ご視聴ありがとうございました。Twitter で確認参加募集するので、ぜひ Twitter フォローしてくださいね。